マイクロソフト Windows 98、Windows 98、Windows 98は、マイクロソフトが1998年に発売した PC o s である。当初1997年に発売されるとアナウンスされており、Windows 97という歌唱でも呼ばれていた。コードネームはメンフィス。クリーンインストール版。 通常版日本語リテールパッケージの希望小売価格は24,800円。税別、1998年7月当時。また、マイクロソフトプラス、4Windows98 もあった。なお、本記事では1999年に発売された一部、改良版の Windows98 セカンドエディション、Windows98 セカンドエディション、略記は、 Windows 98SE や 98SE を含めて記述する。Windows 95 OS に OEM サービスリリースに以降から引き継いだ機能として USB IEEE 1394。ただし Windows 98では暫定的な対応となっており、正式対応は Windows 98SE からなどのインターフェースに対応。またファイルシステムとして FAT32 にも対応しているために効率的なディスクの管理が可能で大容量のハードディスクドライブも使えるのも Windows 95 OS 2以降と同様である。Web ブラウザのインターネットエクスプローラー4.0を OS に統合しネットワーク上のファイルもローカルファイルと同様に操作ができる点も Windows 95 OS 2.5を踏襲している。 w ウィンドウズ95と一線を画している特徴の一つとして、スタートメニューもドラッグドロップの対象となった点が挙げられる。1999年5月5日には、w ウィンドウズ98セカンドエディション、ウィン 98SE、日本語版は SP1 適用で9月10日が発売された。こちらは、インターネットエクスプローラー5.0を搭載し、新たに DVD ロムなどのサポート、 1> USB 1.1対応や IEE-1394 の対応の強化、機能の拡張や性歴2000年問題などのバグの修正が行われている。このリリース要因としては、アメリカの放送局 CNN のテレビ番組に出演していたビル・ゲイツの目の前で Windows 98がクラッシュするというハプニングがあったためとも言われている。 Windows 98は Windows 9X 系の OS で Windows 95などと同様に3 2ビットと1 6ビットのカーネルコードが混在しておりシステムの随所で MSOS d、OS、のコードを呼んでいることメモリ保護が不十分にしかなされていないことシステムリソースと呼ばれる領域の一部が6 4イトという狭い領域に制限されていることなどが要因で 動作が不安定になる場合も多い。このため、Windows NT 系と比べて安定性は低い。しかし、Windows 9X 系の安定性については、ドライバーやハード面の影響も大きく、Windows 98に最適なデバイスやドライバ OS や使用ソフトに見合った PC のスペックがあれば、さほど、ブルースクリーンやフリーズに見舞われることはない。また、 本 OS の後継にあたる Windows Me や別系統、NTK カーネルの Windows2000 や Windows XP など後継の OS よりも要求される PC のスペックが低いこと、古いソフトが動作することなどから、マイクロソフトによるサポートが終了。後述した後においても一部、主として組み込みシステムで利用された。中古 PC やジャンク PC の有効活用。 バーチャル PC や VM w a r e バーチャルバックスなどの仮想マシン上でのゲスト OS としての利用、後継 OS では動作しないゲームソフトのためなどの場面が考えられる。特に法人用途については 98SE が家庭、法人兼用 OS である、したがってダウングレード兼の対象にもなるのに対し、Me は家庭向けエディションのみで、法人向けエディションが存在しないという情もあった。 このため NTK2000XP では動作しない QXK ソフト資産に対する法人需要に対しては未ではなく 98SE 機を提供することになり一部の法人ユーザー向けの PC 製品には2003年頃で Windows98SE がプリインストールされた機種が販売されていた2014年現在 Microsoft の各種サポートが打ち切られていることから Windows 98に対応する製品は一部のゲームソフトや周辺機器を除いてほぼ姿を消している。動作はするが、サポートしないものも含む。Microsoft のサポート終了後、Windows XP などに代表される NT 系統への移行が加速していることが伺える。また、Windows 98に対応することは、PC-9800 シリーズでの動作をも、 サポートしなければならないことを意味するため、Windows 98をサポートしないことには、プログラム検証の負担を軽減できることや機種、依存コードを記述可能になるなどのメリットもある。1999年以前に登場した Windows 98及び Windows 98SE は、ブロードバンドインターネット接続の普及が本格化する、前に発売されたために、マトウチなどの設定が、 電話回線、ダイヤルアップ接続最適化されており、ADSL や FTTH といった大容量高速回線で回線本来の性能を発揮できない。ただし、レジストリでマットウチなどの設定をブロードバンド回線向けに最適化できる。Windows 98と Windows 98SE よび後継の Windows Me は2006年7月11日、 限りで、セキュリティホール対策モジュール提供などのサポートが打ち切られた。2007年5月2日、独立行政法人情報処理推進機構は、サポートが終了した OS の利用は、非常に危険な行為であると表明しており、使用する場合はネットに接続しない、単独の専用システム、スタドアローにした上、なるべく、USB メモリや FD、MO、 外付け HDD 等の外部補助記憶装置でデータ交換しないことを呼びかけている。2014年現在、Windows 9x 系ではすでに Windows アップデートを利用できなくなっているため、機質の修正ファイルの自動導入を行えない状況にある。ただし、修正ファイルの提供自体は続いているため、個別にダウンロードして、手動で適用することは可能。 Windows 98には Windows 3.1か Windows 95からのみアップグレード可能。Windows NT からのアップグレードはできない。Windows 98から Windows 98second エディションにアップグレードするには別途、Windows 98second エディションアップグレード版 CD-ROM か Windows 98second アディションプデート CD-ROM 工実を用意する必要がある。また、 アップグレード時にシステムファイルを保存していれば、旧バージョンに戻すこと、アンインストールは可能。Windows 98がアップグレード元 OS の場合、他のバージョンに比べてアップグレードできるバージョンが多い、ことが特徴。Windows 98からは、セカンドエディションの有無にかかわらず、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、 Windows XP Professional のいずれかにアップグレードすることができる。しかし、Windows 98からいきなり Windows Vista にアップグレードしたり、その後継 OS である Windows 7にアップグレードすることはできない。なお、上記の Windows のうち Windows 2000以外のバージョンにアップグレードした場合は、後でそのバージョンをアンインストールして Windows 98に戻すことができる。 この CD-ROM は、マイクロソフトが、Windows 98ユーザー、プリインストール版、アップグレード版を問わずを対象に、格安、1000円、税別で配布していた、Windows 98専用のアップデートディスである。現在では配布終了。故に、この CD-ROM に収録されている、セットアッププログラムは、Windows 98上からしか実行できないように、設計されている。 セットアップの手順は Windows98 のそれと同じである。そのためパッと見ると Windows98 から Windows98 にアップグレードしているように見える。Windows3.1 や Windows95 から実行すると途中で必要な Windows98 ファイルが見つかりませんでしたというメッセージが表示されセットアップが強制終了してしまう MS DOS からの新規 インスールもできない。なお、この CD-ROM は、通常の Windows 98、セカンドエディションアップグレード版と違って、アップグレード対象製品である Windows 98の CD が手元にあったとしても、Windows 98が実際にインストールされていなければ、セットアップが実行できないように制限されている。ただし、この CD の Win98 フォルダをハードディスクにコピーしてから、 単体でインストール可能な Windows 98 CD-ROM から不足分のファイルを抽出し、セットアップ EE キシートダセチュープビンファイルをコピーした Win98 フォルダに上書きすることで Windows 98をインストールせずにこの CD のファイルから Windows 98 Second Edition を新規インストールするといったあら行もある。しかし、その場合でも通常版か アップグレード版の Windows 98 CD-ROM が必要不可欠であるため、この方法でインストールする利点は皆無と言える。バーチェルバックス5.122へのインストールに、Pure98 を用いると中途でホーストスさえもフリーズ。したが、この荒行によってインストールできた例がある。VMWare、バーチャルプック 2007SP1 は、Pure98 でインストール可能であった。 余談ではあるが、この CD-ROM は、セットアッププログラム、セットアップ EE キシーと不足しているファイル以外は、通常の Windows 98、セカンドエディション CD-ROM、アップグレード版と同じように認識れる。したがって、Windows 98の後継である、Windows Me の Windows 98ユーザー限定期間、限定特別パッケージ、Windows 98、 98SE からのアップグレードを前提にした低価格の専用アップグレードパッケージを使って Windows 95からいきなり Windows Me にアップグレードする際にこの CD-ROM を利用すればアップグレード認証を通過できる。あるいは Windows 2000 Professional や Windows XP のアップグレード版を使って新規インストールを開始した場合、 途中で行われるアップグレード認証の際に挿入を要求される旧バージョンのインストール CD にもこの CD-ROM を利用することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。